はい、えー、それでは苦手論点、克服講座の管理会計論ですね。始めていきたいなと思います、えー、担当アレックス専任講師の宮です。よろしくお願いします。はい、えっとまあ、こちら苦手論点克服講座ということで、あの先ほどね。まあ、財務会計あのご受講いただいたかと思うんです。けれども、もまあ、管理会計に関しましても、ちょっと特定のね。論点をピックアップして、講義の方をね。展開していこうと考えています。 1>, まあ1時間半なんで結構できることには限りはあるんですけどもあのまあ標準原価計算を、ね、テーマにあの少し理解が深まるような話ができればなと思っているので、まあ、ぜひ、ね、あのちょっと復習用の講義として捉えていただくといいのかなと思いますでこちらのレジュメを使って講義は進めていきますのでお手元にレジュメご用意いただきましてちょっとページペロッとめくっていただきますと まあ一応過去の素材実績みたいいなところを載せていますね、まあ、標準原価計算は担当でも論文でも本当によく出てくるところで、まあ、基本的に出ない年の方が珍しいって感じなので、まあ、やっといて損がない論点ですね。まあ、本試験の,その特定に直結するっていう意味でも、ね、やらなきゃいけないんですけど標準原価計算はこれまで勉強されてきてねあの実感としてもお分かりのところあるかなと思うんですけどあのこれ考え方がとにかく大事なんで 各数値の意味が、まあ、どういう意味なのかこの数値とこの数値の差を取るとどういったものが求まるのかというそこの数字の意味解釈というところを、ね、標準原価計算では特に重視しなければいけないのでこの勉強というのをしっかりと行うことによってその原価計算の全般的な考え方というのを身につけることができるのでちょっとまあ極端な言い方かもしれませんけど標準原価計算を制するものがまあ原価計算を制すると言ってもまあ過言ではないんですよね。 だからそういう学習項目としての重要性っていうのが標準原価計算についてはありますんで、まあ、全般的な特典にも影響してくるところかなと思いますからここはね時間をかけてしっかりと対策を取ってもらいたいところとなります、まあ、そういったこともあってね、まあ、今回あのテーマとしてはピックアップをしていますでまあいろんな論点ちょっとこの時間の中であの広く見ていこうかなと思うんですけども まあとはいえ、ね、そんなにあの網羅性は、ね、あの追求は難しいので、まあ、とりあえずよく出てくるところとかあのここはしっかり見とかなきゃいけないというところを、ね、あの一通り見ていこうかなとは思います。まあ、とりあえず2ページから順次見ていきたいと思うんですけどもういきなりなんですけど子孫が出てくる場合の標準原価計算について、ね、見ていこうということで。あの 子孫とか幻想が、ね、出てこないパターンというのももちろんあるんですけど、まあ、それって別に特段難しいことってないので、まあ、入門のテキストの本当に説明レベルのものになってしまうのかなと思いますから、まあ、実際の本試験の実践的な問題では子孫とか幻想というのが出てくる前提の問題がもうほとんどということになりますので、まあ、皆さんとしても子孫や幻想が出ることを前提にした、ね、あの問題対応できるようにしていかないといけないと。 でこの2ページではとりあえず、まあ、標準原価カードの作成っていうのを取り扱っていて、まあ、この表の一番上に子孫が出ない場合の、ねまあ、理想標準原価っていうのを示したものがまずね与えられているとで、まあ、このうち試験でよく出てくるのは子孫が終点で出る場合っていうのが一番よく出てきますね、まあ、子孫が終点で発生した時にその正常な子孫自費を標準原価カードの中に反映していくっていうパターンが一番よく出てきますけど ただ、まあ、まあ、これは、ね、当然できなきゃいけないんですけど、時々、途中点発生のケースっていうのもあるんで、途中点で子孫が出てくる場合のこの標準原価カードの作成がちゃんとできていれば、視、まあ、点発生とか終点発生もおのずと対応はできるかと思いますんで、まあ、基本復習するときにも、この途中点で子孫が出ることを前提にした標準原価カードの作成ができるかどうかを試していただきたいと、だからまあここだけ見るで全然 OK ですね。 これができれば始点とか終点で出る場合は対応できますから途中点発生の標準原価カードの作成ですねこれを今一度ちょっと見ていただきたいとで、まあ、一応見ておきますといわゆるこの第一報と呼ばれる標準原価カードの作成から確認をしていきますと一番上に理想標準が示されていて 50%時点で子孫が10%発生するっていう前提で標準原価カードを作りましょうというねまあそういった内容となっているんですけど一応まあ入門の講義とかねご受講いただいた方はあのこういう数直線上にデータの整理を簡単に行って標準原価カードをね作っていけば分かりやすいよっていうご案内はしたかと思うんですけどまあ正常な損率が10%なんで。 まあ適当に数字設定してあげてまあ50%付近を通過する良品に対して10%の子孫が生じるという話なんでまあ数字は適当ですけどまあ完成品10個作ったときに 1> 子孫が1個出るというこういった状況として具体的に捉えることができると、まあ、完成品100個で子孫が10個とかでも構いませんけども正常子孫率が50 10%ってことは完成品10個に対して子孫が1個通常出ますよっていう状況なんで、まあ、この時の完成品と子孫時期に対する材料の消費量っていうのを計算してみると まあ一番上の理想標準のところに示されていますが、こちら、1個当たり作るのに、子孫とか何も加味しなければ、純粋に1 0キロの原材料がかかるということがデータとして示されているので、まあ、完成品10個だったら、これは1 0 0キロ原材料が標準的に必要だと。で、子孫1個に対しても1 0キロの原材料が投下されていると。まあ、結局 完成品だろうと、試存時品だろうと、あくまでも、ね、1 0キロの材料を必要とするという点は同じなので、まあ、検査をするときに完成品ではなく、これは試存時品という判定がなされているだけなので、同じだけ原材料とか、あるいは作業時間というのがかかってくることになりますと。で、この1 0 0キロと1 0キロの合計1 1 0キロの原材料の消費というのが生じていて、まあ、これが完成品10個に対する数量なんだと捉えることができるので、 1 1 0キロ割ることの10個で1個あたりは1 1キロというふうに物量標準設定していくのがこれが第一報と呼ばれるやり方ですね。あるいは作業時間についても同じで1個作るのに2時間が標準的な作業時間なんで完成品10個だったら20時間子孫1個だったらこれは1時間ですね。2時間かける5 0で1時間と終点まで加工すれば2時間なんで。 50%地点だったら1時間なんで、合計21時間の作業時間が必要だと。これは完成品10個作るときに、合計21時間の作業時間が必要だと考えることができるんで、1個あたりは2.1時間というふうに、標準的な作業時間を設定することができますね。これが第一報に基づいた標準原価カードということになります。はい、この物量標準の設定ができるかどうかですね、特にこの作業時間ですね。 時間標準の設定がちゃんとできるかどうか、2.1時間のところをしっかりと見直しをしてもらえればなと思います。で、一方第二法と呼ばれる資本自費っていうのを標準原価カードの中で別立て表示していくというやり方ですね。完成品1個あたりが負担すべき資本自費っていうのをちゃんと金額として明示していきましょうというのがこちらの第二法になりますけども。 今回の具体的な数字設定を引き続き使ってあげるとこの子孫1個の金額っていうのを普通に計算してあげればいいとこの子孫時費の計算っていうのは月末仕掛か,かり品の評価と何ら変わりはありませんのでこの1個分の直接材料費っていうのは普通にこの1個当たり5000円っていうのを掛け算してあげればよくて1個当たりの加工費についてはこの直接労務費と製造・間接費を合わせた5000円に この完成品換算量ですね、0.5個っていうのを掛け算してあげればいい、あるいはもっと素直に別にこの10キロと1時間をベースに計算してあげても構わないんですけども、10キロをかけることの1キロ当たり500円で、時間については、1時間当たり加工費は2500円なんで、2500円を掛け算して、まあ、両者合算してあげれば、金額としては7500円っていうのが求まります。 1>, まあ子孫1個作った時のその金額が7500円、まあ、特にこの問題は評価額っていうのが示されていない問題なんであの子孫自費に売却価値があるんだったらその売却価値をここからマイナスしてあげた金額が子孫自費ってことになりますから評価額は与えられていれば引いてあげれば終わりですね、まあ、今回は評価額0なんで7500円っていうのがこれが完成品10個作った時の子孫自費なんで 1>, 1個あたりは750円負担すべきであるというのが結論ですね。まあ、これを標準原価カードに反映していけばいいというのが、まあ、この第2法ということになります。もうこの辺りは全ての一番ベースとなってくる話というかね、標準原価カードが作れないとそれ以降の計算を間違えることになりますので、あの必ずね、どんな場合でも対応できるようにしてください。で、ちょっと難しいのが、これは担当受験生の方は見たことないのかなと思うんですけど、 子孫が安定発生するというケースこれ平成31年、まあ、令和1年の論文の本試験で出てきたものなんですけどちょっと見ていくと工程の支点で5キロの原材料を投入していてこれを加工することで4キロの製品が完成する支点から終点にかけて子孫が安定発生しており投入量の20%が標準的に子孫となりますと。 また支店投入量5キロを終点まで加工するにあたって9時間の作業時間を標準的に要するとこの条件の下で第2法で標準原価カードを作成するとどうなるのかっていうのが問われていたんですがとりあえず第1法についてはねあのこの与えられた条件をね反映していけばいいだけで1キロ当たり2000円× 5キロで1万円加工費については 1000円かけることの9時間で9000円合計1万9000円っていうのがこれが完成品4キロの標準原価カードなんですね。まあ、完成品4キロの標準原価カードです資算時費っていうのを自動的にね折り込んで直接材料費の標準や加工費の標準っていうのを設定してるんですね。 まあ5キロとか9時間っていうねこの物量データの中には子孫に対する消費分っていうのが含まれているんでもう自動的にここのデータをね標準原価カードの形式に落とし込んであげれば、まあ、第一法の標準原価カードを作ったことになりますで難しいのは第二法なんですよ第二法第二法の標準原価カードを作るととりあえずまずは子孫とかが一切出ない状況を想定した上で 純粋な 4kg の完成品を作るのにいくら原価がかかるのかっていうのを示していく必要性があるので純粋に 4kg 作るのにいくらの原価がかかるのかっていうのを調べる上ではこちらの原損の安定発生とか子孫の安定発生に関しての知識がちょっと必要になります。 まあ減損の安定発生というのを、ね、総合原価計算で勉強しているかと思いますが、まあ、この5キロ原材料をはじめに投入すれば、まあ、これが徐々に徐々に減損として消えてなくなっていって最終的に4キロになっていますよという状況ですね、まあ、こういう下書きをね、書いたことあるのかなと思いますけど、まあ、最終的には4キロになっていますと。 これ長方形と三角形に図形を分けることができますけど4キロと1キロに分けることができます。まずね、これ当たり前のことなんですけど。 結構この考え方が抜けてしまっている方が多いんですけどこの子孫とか減損が出ない状況のもと完成品4キロを作るのに何キロの原材料を入れる必要性があるのかっていうとこれ当然4キロなんですよ。4キロの材料を投入して4キロの完成品が出来上がるっていうそういうシンプルな状況をまずは想定する必要性があるのでこの標準原価カードを作るときに 1>, 1キロあたり2,000円かけるまずは4キロを掛け算することによって子孫が出ない場合の直接材料費標準完成品4キロあたり8,000円っていうのを求めることができるまずはここ4キロを前提に計算することになります。で今度この完成品4キロを加工するのに何時間作業時間としてかかるのかっていうのを考えると。 今9時間っていうふうに与えられているのは完成品4キロと原損が1キロ出ることを前提に9時間っていう作業時間が示されている状態なんでこの原損の1キロ分っていうのが邪魔なんですよ9時間から除外したいんですね。でその時に総合原価計算で勉強した原損の安定発生の考え方を適用することになりますけど。 この長方形部分っていうのが支点で投入された材料が実際に本体を構成している部分ですね、完成品本体を構成している部分で、この長方形の面積は4キロと、ここをまあ0%パーから100%パーとして、横の長さが100%なんで、4キロかける1 0 0で4キロっていうのが、これが完成品換算量ということになります。 で上の三角形の部分っていうのは高さが1キロ横の長さが100%で2分の1を掛け算すればこの面積が求まるので0 5キロまあ減損は初め1キロあった原材料が徐々に目減りしていって最後は0キロになりますんで結局間を取ったら1キロと0キロの間の 0.5kg ったら1と0の間の0 5に対して 始点から終点まで加工を施したって考えることができるんでこの原寸となった部分に対する加工換算量っていうのは0 5 k ロであると計算できるんでつまりこの 4kg と 0.5kg の合計の 4.5kg 分の加工をするのに9時間の作業時間を要したっていうふうにこちらのデータについてはね読み取ることができるのでこの全体の加工に要するのが9時間なんで。 9時間割ることの4 5キロっていうのをしてあげれば純粋に1 k キを終点まで加工するのに2時間かかると。で今知りたいのは完成品4キロを加工するのに何時間かかるかなんで2時間かける4キロの8時間っていうのがこちらにまずは掲載されて合計1万6,000円っていうのが理想標準の値として求まります。 そしてこの完成品4キロに対しては、この子孫1キロ分というのを負担させることになるんで、この子孫1キロの原価っていうのを求めてあげればいいんですね。子孫1キロの原価はいくらかというと、まあ、こちらですね、この1キロ分ね、求めてあげればいいので、1キロっていうのは、えっと、1キロ当たり2000円っていうのが直接材料費ということになりますんで、直接材料費は2000円と。 で加工費につきましては、これは零点五キロ分ね、加工作業を施している状態なんで、その完成品一キロを作るのに二時間かかるわけですから、この原装に対して一時間の作業時間かかってるんですよ。ここが一時間ですね。一時間でこっちが八時間。まあ原材料費が二千円かける一キロ、加工費が千円かけることの一時間、合計三千円っていうのが。 完成品4キロが負担すべき子孫自費というふうに求まるんですね。はい。まあ、こういうふうにね。標準原価カードを作っていくというのが第2法ということになりまして、これがまあ、おそらく最上級に難しいパターンかなと思います。まあ、出ることはなかなか考えられないかなとは思うんですけど、実際に論文で1回出てるんで、まあ、念のため見といていただくと安心感はあるかなという感じです。はい。 まあ以上がこちら、標準原価カードの作成で、まあ、ここまでやっとけばね、あの何が出てきても大体は対応できるかと思いますので、まあ、ぜひね、見直しを進めてみてください。で、次3ページ目ですね、担当の本試験だとよく出てくるのが、仕掛かり品勘定への作成え基調問題ですね、これ、論文の本試験でも結構、仕掛かり品勘定を、ね、記入させる問題っていうのがよく出てくるので、 この基調系の問題にはね、しっかりと対応できるように、まあ、シングルプラン、パーシャルプラン、修正パーシャルプランですね、まあ、各論点をしっかり整理してください。まあ、基調に関しては単なる手続きなんで、あのもうルールを知ってるかどうかがほぼすべてってことになるかと思いますけど、まずこのシングルプランっていうのが、丸二っていうふうに分かれてますけど、一番シンプルなのが一番。 材料受け入れ価格債っていうのを認識しない場合の通常のシングルプランと呼ばれるものになりましてもう普段皆さんが一番初めに見たねこの仕掛かり品勘定は全て標準原価のみで記録を取っていくというねもう通常のシングルプランということになりますまあこれはもう今更知らないって方はいないのかなと思いますんでで二番はちょっと変則的な受け入れ価格債を認識する場合です まあ別にこれも難しいことは何もなくて受け入れ価格債っていうのを単に材料を買ってくるときに認識をしてるんでこの材料勘定に記入するときにこちら SP×AQ と標準価格×ことの実際の購入数量で計算された材料の購入原価が材料勘定の借り方に記載されることになりますねすみませんこれちょっと次月繰り越しのところが AP になってるんですけどここ SP に直しておいてください ちょっと他も一緒ですね。この次のカッコ2番の丸の2番とかも一緒です。ここも SP ですね。すみません。ちょっと全部丸2番のところはね、材料勘定の次月繰り越しは SP に直しておいてください。AP、a p ける a 級じゃないですね。まあ別にここはどうでもいいといえばどうでもいいんですけど、まあ材料を受け入れ価格債を把握するタイプなんで、月末材料も標準価格でね、 その金額を計算することになりますから、sp にちょっと修正しといてください。で見ていきたいのは、次のパーシャルプランのところ、一応上級の講義なんかでは触れたんですけども、パーシャルプランの通常パターンっていうのは別に問題ないと思うんですね。通常のパターンっていうのは、この仕掛かり品勘定の当月投入費用ですね。ま、当月の投入原価のところに、実際の原価を記入していくっていうやり方ですね。 直接材料費や直接労務費製造・間接費について実際の発生額っていうのをこちらに記入していって仕掛かり品勘定の中で単価債とか物量債っていうのを両方把握していくっていうのが通常のパーシャルプランです。で例外パターンをね認識しておいていただきたいんですが、まあ、材料受け入れ価格債を把握するタイプのパーシャルプランですね。 まあ受入れ価格債を把握するタイプのパーシャルプランなんでこの直接材料費仕掛かり品勘定に振り替えられていく金額も標準単価×実際の消費量で計算されるこの実際原価が振り替えられることになりますよと、まあ、パーシャルプランなんであくまでも実際原価を、ね、材料勘定から仕掛かり品勘定に振り返ることになるんですが この単価面については標準単価を使って計算された実際の直接材料費が振り返られていきますよとこれがちょっと変則的なパターンですねパーシャルプランでもこういうね修正パーシャルプランみたいな基調を行うことがあるんだとで逆に今度は修正パーシャルプランでもパーシャルプランみたいな基調を行うパターンっていうのがあるんですね まあ通常パターンはもういいかと思うので例外パターンっていうのを見てもらうと平成26年の第2回と令和2年の第2回で問われているんですがこの直接材料にについてのみ購入時に受け入時受れ価格差を把握する修正パーシャルプランとこういう問題文の指示で仕掛かり品勘定への基調っていうのが問われていたんですね。 直接材料についてのみ受け入れ価格債を把握する修正パーシャルプランととりあえず今のパーシャルプランの例外パターンと同じで直接材料費については SP×AQ で振り返られていくまあ修正パーシャルですから当たり前なんですけど単価面については標準の単価を使って振り返っていくんですがここの直接労務費のところが AP×AH とここ。 パーシャルプランと同じように記録をとっているんですね修正パーシャルだったら普通はね標準賃率かけることの実際の作業時間で計算された金額が記録されていくんですけど今回についてはこの実際の賃率かける実際の作業時間で計算される金額が直接労務費として仕掛かり品管定に振り替えられていくことになるんでもうパーシャルプランと同じ基調になるんですよここはね。 だからこういうい、ね、例外的な修正パーシャルプランというのが過去には問われたことがあるので一応問題文の指示は、ね、しっかり読んだ上で仕掛かり品勘定どういう基調をしているかっていうのは、ね、確認して回答を進めていってください。だからまあ結局、この上のパーシャルプランの例外パターンと基本、同じなんですよね。こ,れってねこの両者というのは基本、同じですね。 パーシャルの例外パターンとこの修正パーシャルの例外パターンというのが基本同じものになってます、はい、だからこれは別にどっちがパーシャルプランでどっちが修正パーシャルとかって何とも言えないねあの中間形態みたいな感じになってるんだと思ってくださいこういう変則的な基調っていうのが問われることがありますよと。 まあ以上がね、仕掛かり品勘定への記録についてのお話と、まあ、この辺はもう手続きなんで知ってるか知らないかなんでね、あの覚えておいていただくとそれでいいのかなとは思います。で、本題は、次からなんですけど、次の4ページ、5ページはちょっとマニアックなんで、まあ、時間があればね、見ようかなと思いますけど、一旦もうここは飛ばして、時間なければ皆さんにお任せするかもしれませんが、ちょっとしばらくこの4、5、6、7っていうのは飛ばしてください。工程別標準っていうのは あまり出ることがないんで、ちょっと久しぶりに直近の論文の試験でね、工程別の標準原価計算で、なおかつ比類化法を前提にした問題っていうのが出ていたんで、一応今回のレジュメに反映しているんですけども、ただまあ、あまり試験上の重要性はやはりね、高くはないので、まあ、やっぱりよく出てくるところをね、この講義の中では取り扱っていこうかと思いますんで、このレジュメの8ページのところですね、この辺はもう得意な方は全然できるのかなと思うんですけど、 異常子孫時期を計算するっていうね。すごくオーソドックスなテーマということになります。もうこれは過去何回も問われてますね。異常子孫時期の計算については、とにかく重要性高いところとなります。で、異常子孫っていうのは、これは正常な子孫の発生量を超えて出た子孫のことになりまして。まあ、結局異常子孫っていうのを求めようと思うと。正常な子孫の数が求まるかどうか、それによってね、もう決まってくると。 で具体的なちょっと数字例を使いながら見ていきたいと思いますけど正常損率は検査店を通過した良品に対して10%であるとで当月の生産データ月初仕掛かり品の加工進捗度っていうのが今これハテナになっているとここがハテナですとで子孫っていうのが50%時点で生じていて月末仕掛かり品は60%時点なんで 完成品と月末の両方から子孫が発生しているということがわかります。はい、でこの時ね、今回月初仕掛か,かり品の進捗度に応じてね、正常な子孫の数の計算結果が変わるよってことをね、括弧一番括弧二番で、ね、見比べてるんですけど、まあ、括弧一番は子孫が、あ子孫っか月初仕掛か,かり品が20%地点からスタート。 括弧2番は月初仕掛かり品が80%時点からスタートするっていうこういった場合分けをしています。まあ両者何が違うかはこの数直線を見てもらったらわかりやすいですけど20、20%から月初がスタートする場合、当月に残り80%分の加工作業を施すことになるので。 ここの50の子孫の発生点を当月にに通過すすることとなりますとしたがってこの月初仕掛か,かり完成品月初仕掛か,かり完成品っていうのが1,520個っていう完成品の数量の中に含まれているわけですけどこの完成品っていうのはすべて当月において50%時点を通過した良品なんだってことがわかります。完成品はすべて50%時点を当月通過してますよと。 また、月末仕掛か,かり品も50%時点を通過しているので、合計2220個の良品が50%時点を通過したんだということがわかるんで、ここに正常な子孫率10%を乗じた222個っていうのが、これが正常子孫の数量として求まります。はい、正常の発生量は個ですよと で実際に生じた子孫280個から222個の正常子孫控除した58個っていうのが異常子孫の数として求まりますよと、まあ、これがまずはね月初が20%の場合のお話とで次に2番月初が8十パー0からスタートする場合はこの場合は当月において 月初しかかり完成品は50%時点を通過しないということがこの数直線上明らかなんでまあ要は前月に通過済みなんですよね。前月の段階で通過済みで当月は通過することはないという話なんで月月初しか,かり完成品はは当月に通過すすることとないですよとだから完成品1,520個のうち500個分っていうのは当月に子孫の発生点を通過していないということになりますから。 50%時点を当月通過した料品というのはこのはこ当月着手の完成品1,020個と月末の700個の合計1720個であるこれに正常子孫率の10%を乗じた172個が正常子孫の発生数量でこれを実際の子孫からマイナスして108個が異常子孫ですよと、まあ、こういうふうに計算することができますね。はい まあどっちの、ね、ケースも問われることがありますからこの月書仕掛かり品の進捗度っていうのが何気に正常損の数を求める上では大事になってくるんで、まあ、そこにしっかりとね注目しながら回答を進めていってください。であとは何気に特に入門生の方から質問を受けることが結構あるんですけどあのこの問題ではね特にそこまでは問うていないんですけど例えばまあこの問題が総合問題になっていて 仕掛かり品勘定に入る数値を、ね、記入させるような問題になっていてその月初仕掛かり品の標準原価とかを求めなければいけませんとそういう問題になっている時にこの括弧2番のような進捗度の関係性の時にねこの月初仕掛かり完成品っていうのは当月に子孫の発生点を通過していないんであの今さっき見たとおり月初仕掛かり完成品は 子孫の発生点を通過した良品の数を計算するときに除外しなければいけなかったんですけどこの話と月初仕掛かり品の標準原価を計算するっていう話をね結構混同されてる方がいてどういうことかっていうとこの月初仕掛かり品の標準原価500個を計算するときに子孫慈悲を含ませずに計算しちゃう方が結構いるんですよ。月初仕掛かり 月初仕掛かり品500個の標準原価を計算するときに子孫慈悲っていうのを含ませずにその標準原価を計算するっていうミスが多いんですねあくまでも当月に月初仕掛かり完成品は子孫の発生点を通過しないだけであって前月に通過済みなんですよねこれ前月の月末ですから前月の月末仕掛かり品である月初仕掛かり品は前月に50%時点を通過済みなんで その標準原価を計算するときには当然子孫慈悲っていうのを含ませて計算しなければいけないんですよ。で結構なんで含ませるんですかっていう質問を受けることがあるんであのここは話を混同しないように気をつけてください。当月において子孫の発生点を通過しないだけなんで前月に通過してるんで子孫慈悲を負担させなければいけないんだとそこをね忘れてしまうと当然計算ね結構間違えることになりますから必ず注意を払ってください。 でこの話の続きで今度9ページこの投入量ベースの正常子孫率っていうのを見ていきますけど投入量ベース一応上級の問題集とかには1問こういった問題ありましたけどさっきの数値例とは違って正常子孫率が今度は投入量に対して10%と示されてます投入量の10%。 さっきは通過した良品に対して10%って言ってたんですけど投入された数量に対して10%と言ってるときにこの時正常な子孫自品の数をどう求めるのかっていうのが今回のテーマなんですけど、まあ、具体的な数字で「当月投入が2100個子孫が300個で完成品が1800個です」と言ったときに。 この投入量の10%っていうと2100個に対して10%を掛け算して210個が正常子孫っていうふうに計算したくなるんですけどそういう計算っていうのはこの標準原価計算では基本的にやらないということになります今のような計算をやってしまうとね何が問題かっていうと例えばこれ書かなくて結構ですけど当月投入が2500個で子孫が 例えば700個で完成品が1,800個当月投入が2,500個でそこから700引いた1,800が完成品ですよっていうこういうふうに生産データが変わったときに今のように当月の投入量のここの数値に対して10%を掛け算するっていう計算をすると。 こっちの右側の数値設定では子孫が250個って計算されるんですよ正常な子孫の数が250個っていうふうに左だったら210個で右だったら250個って計算されるんでこの計算っていうのはちょっとおかしいだろうと。そもそも正常子孫っていうのはこれは良品を作る過程で発生するものなんで。 量品のの数数が変変わわららななないい限りはは正常損って変わらないはずなんですよこのケースだと良品っていうと完成品のみなんで完成品の数が変わらない限りは正常損の数が変わらないはずなんですね。にもかかわらずこの実際の子孫の発生量が増えた結果当月の投入数量が増えてその結果として正常損の数が増えてしまうっていうのは標準原価計算ではそういうね計算やらないと。 じゃあどうすればいいかっていうとちゃんと良品ベースの正常な子孫率に直してああげるる必要性があると。具体的に豆乳量に対して10%の子孫が出るということはこの10個の製造に着手をした時に9個が完成品で1個が正常な子孫になるというこういう数値関係として捉えることができるんでいつも通りの良品をベースにした子孫率っていうのはこの9分の1というふうに 計算をねやり直すことができます量品に対する正常損の割合はあくまでも9個量品作ったとき1個が子損なんでこの完成品1800個に9分の1を掛け算した200個が正常損の数量ですこの計算であれば右側の数値関係になったとしても正常損の数は変わりがないんですよ量品ベースでちゃんと子損自品の数を計算することができているんですね もう基本的に標準原価計算でこういう投入量ベースの子孫率が与えられたときにはこういうふうにね、良品ベースの数値に置き換えた計算っていうのをやってあげる必要性があると思ってください。ただその一方で、実際原価計算を採用している場合はその限りではないんですよ。実際原価計算っていうのを採用していると、これ問題文に指示が出てくると思うんですけど、あのこういう計算を例外的に行います。普通に 当月の投入数2100個に10%を掛け算した210個が正常子孫の数であるっていうふうに実際原価計算ではこのような計算を行うことになります。なんで標準と実際でこういうね計算のやり方に違いが出るかっていうと標準原価計算っていうのはインプットされるものとアウトプットされるものの 標準的な数値関係いいうのを捉えていくんですよだから今見た通りねその量品に対してね何パーセント子孫が出るのかっていうのがすごく大事になってくるんですけど実際原価計算ではそのね標準的な投入と算出の関係性っていうのを捉えていかないので普通にもう豆量に対して10%を掛け算した計算で OK ということになっちゃうんですね。ということになっちゃうんですね。ただまあほとんどの場合はねこういう計算やらせる問題は出てこないと思うんですけど。 一応ね、実際原価計算ではこういうふうに計算するのが普通なんだよってことは、ね、知っておいてもらってもいいのかなと、一度担当式試験でそういった問題出てきたことがあるんでね、はいまあ、念のため、ね、知識として持っておいていただくと、現場で判断に悩まずに済むのかなとは思います。はいまあ、これちょっとマニアックな話なんで、どちらかというと重要なのはこの8ページの内容ということになりますね。で、次の10ページ。 今度、まあ、原価債分析ですね、まあ、いろんな分析のやり方がありますけども、まあ、原価祭分析について内容確認をしていきましょうと。でとりあえずまずはね子孫祭と減損債の計算っていうテーマになってくるんですけどこの減損債って呼ばれるものはね呼び方様々あってぶどまり債とかって呼び方をすることもありますしあるいはテキストとかだと「 その他の数量債とかって表現していることもありますね子孫債以外の数量債だよっていうねそういった表現で表す場合もあるんで呼び方は様々ありますただまあ本質的にはね現存の債であるってことになりますんでまあ、現存債って読み替えていただく方が意味が分かりやすいのかなと思いますで、まあ実際のこれも数字例に基づいて確認をしていきたいと思いますがこちらの四角で囲われている数字例見てもらうと 完成品1個を作るのに1個1キロ当たり200円の材料1 0キロ標準的に必要とすると。でこの1 0キロの中には正常な減損の発生量っていうのを含んでいますよと。で次に正常損率は良品に対して10%である。当月の生産データは完成品50個子孫次品10個で仕掛か,かり品が存在しないというね基本的な状況を想定したいと思いますが、まあ、この時ね まあ、一応計算すると完成品50個に10%を掛け算してあげた。5個っていうのが正常な子孫ってことになります。実際に生じた子孫が10個なんで10個から5個を引いた。残り5個が異常子孫ってことになりますね。一応まあ書いておきましょうかね。これはね。まあ10個の内訳として。正常なものが5個異常なものが5個ですね。 この時子孫債って呼ばれる原価債を把握するタイプと子孫債っていうのを把握しないタイプに分かれるわけです。試験的に多いのはこの2番ですけど1番もね割と問われることがあるんで1番2番両方対応できるようにしてもらいたいんですが子孫債と呼ばれる原価債を把握するのか把握をしないのか。 上の資損債ていうのを把握する場合この場合標準消費量っていうのを2つ設定することになります具体的にこの下書きに書かれている一番内側の標準的な資損の発生となおかつ標準的な減損の発生を前提とした標準消費量ということで具体的な計算としては完成品50個と 正常子孫5個を加えた55個に対して1個当たり1 0キロっていうのを乗じた5 5 0キロというのが一番内側の標準消費量ということになります。そして真ん中に設定されている6 0 0キロというのはこれは完成品50個と実際の子孫次品の10個合わせた合計60個分の当月の投入数量に 1>, 1個当たりの物量標準1 0キロを掛け算してあげて6 0 0キロという標準消費量を設定しているこの両者の差として子孫債がマイナス1万円というふうに計算されますよと5 0キロ分の不利債というのが計算されますと、まあ、この計算過程見てもらえれば分かる通りこの 1>, 1万円の不利債というのは結局何を示しているものかっていうと結局この5 5 0キロと6 0 0キロの差というのは異常子孫の5個分の標準消費量を含んでいるか含んでないかの違いなんでこの550と6 0 0キロの差の5 0キロというのは異常子孫に対する材料の消費量っていうのを示しているんで。 それを金額に換算した1万円というのは異常子孫時金に対する直接材料費を示しているということになるんですよね。ただまあこういうね子孫債を計算させる場合っていうのは異常な子孫時費っていう名目でこの異常部分っていうのを金額として明示していくんではなく。 原価債の一部として異常部分っていうのを捉えていこうっていうそういうアプローチなんで子孫債の把握をしていく場合は異常子孫時費っていうのを計算することはなく代わりに子孫債の計算がされますし反対に次に見ていく子孫債を把握しない場合っていうのは異常な子孫時費っていう名目でその異常部分の金額を計算することになるんで単にねあの表示の仕方が違うだけですよ。 債という名目で異常部分を計算するのか異常な子孫慈悲という名目で計算するのかというそういう違いでしかないので本質的には同じことをやっていますね単にちょっとアプローチの違いって感じです、はい、でまあ上の話戻していくと今度最後のところでこの6 0 0ロっていうのが完成品と 実際の子孫の合計60個の製造をしたときに標準的にこの材料の消費で抑えなければいけないっていう数量ででも実際にはこの60個分の製造を行ったときに6 6 5キロの原材料を消費しているという話なんでこの両者の差っていうのはまさに異常減損なんですよ異常減損費っていうのを減損債という形で表現しているだけなんですね。 6 0 0キロと6 6 5キロのその6 5キロっていうのはこれ異常減損に相当しますんでね異常な減損分っていうのをこれ減損債という形で表現しているにすぎないんだとここについてはねぶとまり債とかって表現することもあるんでねそこはもう問題の設定次第という感じになりますただまあそれぞれがね結局何を計算しているのかっていうそこをしっかりと落とし込んでね 内容を確認していただければ原価のの意味内容、ね、分かかってくるのかなと思いますでまあ試験的にはさっきも言った通り異常子孫自費を計算させるタイプの2番の方がね計算問題としては多いのかなとで時々その見分け方が分かりませんって言われますけど単純に異常子孫時比っていう表現が出てくれば絶対2番なんですよこの上の子孫債を計算させるタイプっていうのは子孫債を計算しろっていう指示が必ず出てくるんで。 その指示がなければこの下の分析をしていくんだと考えてもらっていいかと思います、はい、そこの見分け方ねしっかりと頭に入れておいてください、まあ、以上がねこの異常な子孫とかね幻想が出てくる話ということで,でさらにこの異常幻想についてはね、まあ、ブドマリサイというふうに表現することができるという話をしましたけどもこの原材料を 複数種類投入している場合次の2番に出てくるような「ぶどまり配合彩分析」という、ね、この分析、まあ、試験ではよく出てくる分析になりますけども、まあ、この分析についても、ね、合わせて見ていこうと。まあ、結構ねここが好きかどうかによって原価彩分析全体として、ね、好き嫌い分かれてくるのかなとは思います。まあ、一番よく、ね、目にするパターンだと思いますからね。 でまあ、内容を確認していきたいと思いますけどこの数値例一ですね。まあ、完成品1 0ロ作るのに A 材料と B 材料以下に示す配合表に従って投入すると A 材料は1キロの単価200円 B 材料は1キロの単価100円それぞれ標準的に6キロずつ投入することによって、まあ、合計1 2キロの投入量で2キロの減損が生じ1 0ロの完成品が出来上がっていくというそういった数値関係ですね。 で当月の生産データは完成品5 0 0キロ現存が1 5 0キロで、まあ、月初仕掛かり品とか月末仕掛かり品がないという基本的な状況を想定したいと思いますけど、まあ、この時ね、まね、あ、ぶどまり、配合再分析を各原材料ごとにやっていこうという、まあ、本当に入門のテキストでやったような話になりますね。で、まあ、次の11ページに下書きが示されているわけですけど、もう 各材料の価格債はどうだっていいんで、このぶどまりイと配合債の計算のところですね、ここをしっかりと確認をしてもらえればと思うんですが、まあ、一応復習がてらね、内容を確認しておきたいと思いますけど、この A 材料と B 材料の一番内側の標準消費量ですね、これは完成品500キロを作るのに、標準的に何キロの原材料がおのおの必要なのかを求めることになるので、 完成品を5 0 0キロ作るのにあたって1 0キロ作るときに1 2キロの原材料を投入する必要があるわけですから5 0 0キロだったら1 0キロ分の1 2キロっていうのを掛け算してあげた6 0 0キロ標準的に原材料を投入する必要性があるということがわかります。でこの6 0 0キロの内訳として A 材料と B 材料が半分半分っていう話になりますんで。 6 0 0キロに対して2分の1を掛け算してあげた3 0 0キロというのが A 材料と B 材料の標準的な消費量ということになりますね。これが一番内側の SQ ですで次にこの真ん中に挟んでいく標準消費量ですけどこれは実際の分のまりでなおかつ標準的な配合割合を前提とした標準消費量だったんで。 この実際のぶどまりっていうのを反映しているのはこの完成品500と原損150の合計6 5 0キロの実際の原材料の投入量ですねこれが実際のぶどまり率っていうのを反映した当月の材料の投入量であるとこの5 0 0ロと1 5 0キロの合計6 5 0キロに標準的な配合割合の二分の一を掛け算してあげた3 2 5キロが間に挟まる数値ということになりまして この左と右の差を取ってあげればぶどまり債 A 材料がマス5 0 0 0 b 材料がマイナス2 5 0 0というふうに計算することができますね。はい、でまあ試験的にはねこういう原材料ごとにぶどまり債の金額を答えさせるってケースもあるんですけどあの全体のね 債の合計金額が問われるということもあるので、このマイナス5000とマイナス2500っていうのを一気に計算しようと思えば、この下のまとめに書いてますけど、この計算が手っ取り早いですね。この1キロ150円っていう荷重平均の標準価格っていうのを使った計算ですね。1キロ当たり150円っていう荷重平均標準価格を使った計算っていうのが、一番、 手っ取り早いやり方にはなりますね。加重平均標準価格はこの A 材料の1キロ2 0 0円と B 材料の1キロ1 0 0円っていうのを標準的な配合の割合で加重平均値を求めたものなんで200円 ×2 分の1プラス100円 ×2 分の1で150円っていうのが求まりますね。でこの1キロ150円に対して 全体のこのぶどまりの悪化の影響っていうのを示していけばいいので標準的な消費量は全体でさっき求めた通り6 0 0ロだったんでその6 0 0ロとと6 5 0キロとの差を取ってあげた5 0キロの振り債っていうのを150円で評価すればマイナス7500円っていう全体のぶどまり債を求めることができるという流れですね。まあ、こういう一気に計算するやり方っていうのは頭に入れといてください。 で結構これね、初めミスしがちなのが、今、その加重平均の標準価格をね、150円っていうふうに求めたんですけど、結構やりがちなのが、こことここの差を取っちゃう、まあ、差というか、こことここの数値関係で、1キロ180円っていうふうに求めちゃうパターンですね。1800円割ることの10キロで、1キロあたり180円っていうふうに計算する。 これは材料のの重平均の標準価でではないんですよねこれって単純に完成品1キロ当たりの直接材料費っていうのを求めてるだけであって純粋なその1キロの原材料の加重平均値を求めてるわけではないんですよ。加重平均標準価格っていうのはここの1 2キロと1800円の関係性から計算するものなんで1800円割ることの1 2キロで150円っていうのが 加重平均の標準価格になりますので、まあ、ここの計算ね、必ず間違えないように気をつけてください。結構やりがちなミスとしてはありますね。まあ、これを使って全体のぶどまりさえを求めるというやり方ですね。であとは、まあ、期間の講座の中でも話をしているかと思いますが、この。 原材料間ののの符号っていうのはこれ必ず同じになりますね A 材料と B 材料のドマまりイの符号は必ず同じと、まあ、ここが変わることは絶対ありませんので片方がマイナスでもう片方がプラスになるなんてことはねこのいわゆる伝統的な方法ではありえないので、まあ、計算結果ね最後合ってるかどうかね確認する上でここの符号はねチェックしてもらえればなと思います。 であとはこの配合債、おまけのところですけど、配合債については、まあ、これは真ん中に挟んだ数値と、一番外側の実際の消費量との差を取ってあげればいいので、A 材料については、この65キロの有利債ですね、プラス65キロ、B 材料については、これ、マイナス65キロの不利債ということになりますんで、 まあ片方がプラスであればもう片方は必ずマイナスということになるんで配合差についてはこの原材料間の符号が必ず逆転現象が起きますんで、まあ、その点も一応マーカーでチェック入れていてもらって一番下ですね A 材料と B 材料の配合差の符号は必ず逆になると、まあ、A 材料の代わりに B 材料6 5キロ入れたっていう話なんで A の代わりに B を6 5キロ多く投入したその経済的な影響がいくらなのかが問われているんで片方がプラスだったらもう片方は必ずマイナスとなりますよと、はい、このあたりの、ね、数値の解釈をしっかりと確認してもらえればなと思いますでそして今見てきたこの伝統的な分析と呼ばれるやり方によるとこの 配合債の計算結果に問題があるよっていう指摘を受けることがあると、まあ、具体的にはね特にこの B 材料ですね B 材料については配合債が不利債っていうふうに計算されてしまってるんですけどもこれ本当に経済的にマイナスの影響が生じているのかっていうのはよく,よく考えた方がいいと、まあ、どういうことかっていうとこれは A 材料の代わりに B 材料を投入しているわけですからこれ A と B の 価格差っていうのが大事になってくるんですよ A と B の価格の差。A 材料っていうのは1キロ2 0 0円の高い材料で B 材料っていうのは1キロ1 0 0円っていう安い材料なんで高い材料の代わりに安い材料を多く入れたらその計算結果が不利さになるっていうのはこれおかしいだろうと。どう考えてもね高い材料から安い材料に切り替えたら会社的には得をするはずなんですけど。 この分析結果がマイナスになってしまうのはこれはちょっといただけないということで出てきたのが果重平均の標準価格を使った分析なんですね、まあ、試験的にはほとんど問われることはないやり方なんですけどもこのさっき求めた果重平均標準価格150円っていうのを使ってね配合債の計算を改めて見ていくとでこの再分析をするときのこの数量債部分っていうのを今度はね上下2つの債に分けていくわけですけど この配合材部分っていうのは A 材料だったら標準価格の200円と果汁平均の標準価格の150円との差を取ってあげた50円 A 材料は相対的に高い材料なんですね高価な材料と、まあ、A 材料は高価な材料ですよと。 でこの高い材料である A 材料を標準よりも実際の消費量を少なく済ませることができたということを表しているので高い材料を少なく済ませればその分、安上がりに済みますと得をすることができますよということでこの2000円の有利債というのを計算することができます。ここの高さが50円ですね 材料の平均的な価格が150円で A 材料はそれよりも50円高い材料となっているんで A 材料をたくさん使うということは会社にとって損なんですよ逆に少なく済ませることができていれば会社的には得なんですね。でこの相対的な価格の差っていうのを求めた上で配合債を計算していくこれが果汁平均標準価格を使った計算ですで一方 B 材料こっちは安価な材料ですね。 150円が平均的な材料の価格であるにもかかわらず B 材料は100円なので1キロあたり50円安い材料なんですね。1キロ5 0円安い材料。でこの50円安い材料を標準よりもたくさん投入した。 それは経済的に得なのか損なのかっていうのを考えると今度のケースだと得だっていうふうに考えていくとプラス4500円っていうふうに計算することになりますと安い材料っていうのはその分たくさん投入すれば会社的に得をすることになるとそういう発想ですね普通だったら1キロ1 5 0円かかるんですけどそれより50円安い材料を使って製品製造を行うことができたわけですから 使えば使うほど得であると考えて、ここはプラス四千五百っていう有利債という評価をすることになります。だから、今度のね、伝統的な分析方法ではない、この加重平均標準価格を使った分析だと。配合債の符号っていうのが、逆転現象が起きるとは限らないんですよ。こういう同じ符号になることがあります。また、反対に、歩留まり債についても。あの、これ、同じ符号になるとは限らずに、逆転現象が起きることがあるんですね。 そこをね、あのまた整理してもらえればなとは思います。はいまあ、とはいえ、あまり試験的には問われないので、まあ、一応念のためやっておきたい方だけ、ね、確認してもらうといいかとは思います。まあ、以上がこちら、荷重平均標準化学を使った分析ということで、まあ、これはまあおまけとして見てもらいたくて、まあ、1番の方がメインテーマなんで、試験では基本こっちが問われますから、 この伝統的な方法を前提としてねより実践的な問題を見ていこうというのが次の12ページです。今日見ていく中ではこれが一番大事かなとは思いますまあこれをしっかり対応できるようにしといていただくと本当に本試験の特定に直結するかと思いますね。でさっきの説明と何が違うかっていうと。 月初仕掛かり品とか月末仕掛かり品が出てくるケースを前提としていきます。で見ていくとこの標準原価カードというかねこちらの配合表っていうのは全く同じ数値設定になっていて当月の生産データがさっきとは違います完成品が1 6 0 0キロ月末が6 0 0キロ原損が5 6 0キロで原損がどこで出たかはこれハテナ。 どこで出てるかは今ねちょっとこのデータから分かりませんと。で,とでこの数値関係の時に標準消費量の計算とかを行っていくわけですがこちらね一番から三番まで。 減損の発生点がどこなのかによってね、場合分けを行っています。この減損の発生点が、まず丸一番は工程の終点。減損五百六十キロが。工程の終点で出ると考えたときに。この時の。標準消費量ですね。その。さっきの下書きで。 一番内側に、ね、設定されていた標準消費量と真ん中に設定されていく標準消費量って2つあるわけですけど減損がどのタイミングで出るかによってこの一番内側で計算されていく標準消費量の数値っていうのは変わってきます具体的にこれ完成品が1 6 0 0キロで工程の終点で減損が出るということは完成品のみから減損が出ることになりますんで完成品を 10キロを作ったときに減損は2キロ発生するっていうのが標準配合表に示されているんで完成品1600キロに10キロ分の2キロを掛け算してあげた320キロというのが正常減損の数量となりますこれが正常な減損の発生量です完成品1600に320キロを足して 月末仕掛か,かり品の六百キロを足した合計から月初仕掛か,かり品の三百六十キロを引いた二千百六十キロというのがこの標準的なブドまりを前提とした時の当月の標準消費量ということになります二千百六十キロ標準的な減損の発生を前提とした当月の標準消費量は二千百六十キロこれを各原材料ごとに 標準的な配合割合に基づいて配分すれば、まあ二分の一ずつ配分することになるんで、A 材料の一番内側の SQ は180、B 材料の一番内側の SQ は180というふうに求めることができます。もうすべては2160キロがちゃんと求まるかどうかこれにつきますね。で次の。 この真ん中に倍回項として挟んでいく S'9 とかっていう表記を使うところですけどここについてはね計算簡単なんですよね。以前も講義とかでは申し上げたかと思うんですけどこの間に挟んでいく数値っていうのはどんな問題でも絶対簡単でこの A 材料と B 材料の実際の消費量の合計を求めてあげてこの960と1 4 4 0 k ロの合計に 標準的な配合割合を掛け算すればこの1 2 0 0 k ロっていうのを求めることができるんでこの S'9 と表現される間に挟んでいく標準消費量の計算は絶対どんな問題でも簡単になるはずですから必然的に配合債の計算っていうのは絶対後回しにしちゃいけないんですよ。最後時間がなくてね 標準原価計算の問題を一番最後に着手しなければいけないってなった時にもう時間がない中でも配合債っていうのは一瞬で回答することができるはずなんでこの倍回項となるねここの数値を一旦求めて実際の消費量との差をとって配合債求めることによって選択肢を絞り込むことがねできる可能性がありますから配合債部分っていうのは論文の試験とかでも真っ先に回答してもらいたいところとなりますね。 とりあえずこういったね標準消費量の設定を行ってぶどまり債配合債っていうのを各々求めていきましょうというのがまず丸一番で次丸の二番減損の発生点が工程の50%時点の場合ント、減損が加工進捗度50%の時点で生じるというケースですね でこの場合先ほどやった正常子孫の数を計算するときの考え方を同じように減損に対してても当てはめるることができるんできんすねつまり見なきゃいけないのはこの月初仕掛か,かり品の進捗度と月末仕掛か,かり品の進捗度を見てあげる必要性があって50%時点で減損が出るんだったら月末仕掛か,かり品は減損の発生点を通過しているなということが分かります。 一方月初仕掛かり品は40%時点からスタートなんで当月は。当月にこの減損の発生点である50%時点を通過することになりますから結局のところ当月50%時点を通過した良品って何キロかというと完成品1,600キロと月末の600キロの合計2,200キロが 五十パーセント時点も通過した量品であることがわかるので。この二千二百キロに対して。この十キロ分の二キロっていうのを掛け算してあげた。四百四十キロが正常な減損の発生数量であるということがわかります。正常減損は四百四十キロです。もうここが変わるだけですよ。 原損の発生点がどこなのかによって正常原損の数が変わるだけそれによって標準的なぶどまりを前提とした当月の投入数量が変わってくると今度は2 2 8 0キロと求まりますので、まあ、これを半分半分 A 材料と B 材料に分けたものが SQ です。各原材料のの標準消費量ですねで一方の この間に挟んでいく数値についてはねさっきの1番と全く一緒なんで実際の原材料の合計の消費量に標準的な配合割合掛け算していけばいいだけなんで別に原損がどこで出ていようと関係ないですね媒介項については上と全く同じ計算となりますだからまあフォーカスしてほしいのはこの標準部止まりを前提とした当月の標準消費量ですねこの部分を 減損の発生点がどこなのかによってね、ちゃんと計算できるかどうかっていうのを確認してもらいたいと。でもう一パターンはね、最後丸三番、減損が肯定の二十パーセント時点ですね。今度は二十パーセント。まあ減損が肯定の二十パーセント時点で生じる場合、この場合はさっきと違ってこの 月初仕掛かり品で当月に完成品になったものからは減損が生じないんですよ。月初仕掛かり品は四十パーからスタートなんで、当月に二十パーセント時点を通過していないので、完成品千六百キロのうち三百六十キロは当月に減損の発生点である二十パーセント時点を通過していないということで、まあそれを除外すると、千六百から三百六十を引いて。 月末の6 0 0ロを加えたその数量が20%時点を通過した量品の数であるとそこに1 0ロ分の2キロを掛け算すればこちらの正常減損3 6 8キロっていうのが求まります。キロ月初仕掛か,かり完成品を 完成品から除外するというのがポイントです、ね、まあこういうふうにねしっかりと場合分けを行ってパターン学習を行っていただければね、まあ、どんな問題でも対応できるかなとは思います、まあ、一応金額に換算したブドマまりイの金額っていうのもこの1から3までねあの下の表にまとめてありますんでまたまあ後ほどね確認をしてもらうといいかと思います。はい まあこれがね、今日見ていく中だと、本当に一番重要なものになってくるかと思いますので、まあ、しっかりとね、あのここ苦手な方は、復習用の教材として活用していただくといいのかなと思います。で、次の14ページ、まあ、これは、労務費のね、再分析ということで、時間再の内訳分,分析をしていくときに、 労働不り債、労働能林債、人員構成債の3つに債を分けることがあるわけですけど、この債分析の方法について具体的に見ていこうと、これができればね、もう時間債の内訳分析は大抵のものは対応できるかと思いますんで、すべて考え方はこの一問に集約されているのかなと思います。で、見ていきたいと思いますけど、この基準生産量が9 0 0ロに対して、 原材料の標準的な投入量が1 1 0 0パーで50%時点で減損が200キロ発生すするという状況で,すでこの状況下においてこの9 0 0ロの完成品を作るのに標準的な作業時間が陳率の異なる A さんと B さんが各々作業をしていて60時間40時間合計100時間の作業時間っていうのを必要としてますよと。 完成品900キロを作るのに100時間の作業時間を必要としているっていうそういう状態なんですね。で、今当月の製品の実際生産量は9000キロで、原材料の実際の投入量は1200キロ、仕掛かり品が存在しないという前提のもとを、この A さんと B さんの時間差異の内訳分析をしていこうというのがまあこの問題のテーマになってきます。 でまず何はともあれ、この一番内側のところ、A さん B さんの標準的な作業時間を求めていきたいんですけど、これを求めるときには標準的な部留まりで、なおかつ標準的な作業能率で、なおかつ標準的な人員構成を前提とした標準作業時間というのを求めることになります。まず標準的な部留まりを前提とすると、完成品九千キロを作るのに。 標準的には何キロの原材料を入れる必要性があるのかっていうのを考えれば900キロの完成品を作るのに1,100キロの原材料を投入する必要があるんで9,000キロかけることの9 0 0分の1,100で1 11万1,000キロの原材料を投入する必要があるんですよ。キロですねでこの1万1,000キロのうち9,000キロが完成品で。 2000キロが正常な減損なんですよ。9000キロが完成品で2000キロが正常な減損なんですね。ちょっとまあ書きましょうかね。標準的な部留まりを前提とすれば、11000キロのうち完成品が9000キロ、まあ減損が2000キロと。 まあこういう状態なんですよね。でこの1万1 0 0 0分の加工作業を施すのに何時間の作業時間がまず全体としてかかるのか標準的な作業能率を前提とすれば何時間の作業を必要とするのかっていうのを求めることになります。でそれを求めるときには冒頭の資料 1 1 0 0キロの原材料を投入して9 0 0キロの完成品にするのに100時間標準的にかかるという話でこの1 1 0 0キロの内訳として完成品900原損が200で原で損については工程の50%時点で生じているのでこれの換算量は1 0 0キロなんですよね。キロ減損の 完成品換算量は50%を乗じた100キロなんですよ減損200キロに完成品100キロ相当の加工作業を施すことになるんですつまりこれは、ね、1100キロ原材料投入してこの分の加工作業をしたって考えるよりも完成品900キロと減損の換算量100キロの合計完成品1000キロ分の加工作業を施すのに 合計で100時間の作業時間を要したっていうふうに捉えていく必要性がありますまあ作業時間についての分析をしていくわけですから加工換算量に着目をする必要性があるんで実際の数量ではなくて換算量ベースで捉えていってください完成品1000キロ分の加工するのに100時間かかったということは1キロ加工するのに純粋に何時間かかるかっていうと100時間割る1000キロで 0.1時間っていうのが標準的な作業能率を反映した時間なんですよ純粋,に時間材料あ純粋に材料1キロを加工するのに0.1時間ね作業時間としては必要とするということなんでじゃあ今ね求めたいのは完成品9 0 0 0と原損は2 0 0 0なんですけどこれは換算量だと1 0 0 0ですね。 減損の換算量は1 0 0 0キロなんで合計1万キロ分の当月の換算量に対して何時間標準的な作業時間を要するのかっていうのを考えてあげたときにさっき求めた1キロ加工するのに0.1時間かかるっていう話なんで1万キロ相当の加工作業を施そうと思えば1万 kg×0.1 時間で 1,000時間っていうのを求めることができるんでこの1,000時間っていうのが A さんと B さんの合計の作業時間なんですよ。でこれを A と B の標準的な構成割合この6対4の比で A さん B さんに割り振っていけば600時間と400時間っていうのが一番内側の sh として求まります。ちょっと難しいですねここはね。 換算量ベースで見ていかなければいいいいけななとととうののがちょっと難易度の高いところとなりますあるいはもっと単純に計算すると今すごい丁寧に計算をしたんですけど別に完成品9 0 0 0キロを作るのに何時間かかるかっていうのを考えてあげれば一番わかりやすくて9 0 0キロを作るのにこちらの100時間かかるっていう話なんで。 9 0 0 0キロだったらその10倍ってことになりますから1,000時間っていうふうに求めてあげるのがまあ一番ねスマートな解き方にはなります、はいまあ、ちょっとね怖いやり方ではありますけども一応そういうやり方でも解答することはできますねで次に今度この隣の標準作業時間を求めていくんですがこれは実際の部まりでなおかつ 標準的な作業能率でなおかつ標準的な構成割合を前提とした標準作業時間なんでこの実際のぶどまりを反映したものとしてこちらの原材料ののの実際の投入量キロっていうのがありますでこの1 2 0 0キロのうち9 0 0 0が完成品になって1 2 0 0ロが原損になっているんでこれの換算量を求めてあげると9 6 0 0キロなんですよね。 9 0 0 0キロに対して1 2 0 0の5 0を加えた数値ですね減損が1 2 0 0キロ生じるのでそれに50%を掛け算した6 0 0キロ分の換算量これを完成品9000に加えた9 6 0 0キロが当月の換算量ということになりますこれがまさに実際のぶどまり実際に生じた減損を前提とした換算量っていうことになりますねでここに 先ほど求めた標準的な作業能率を反映している1キロ加工するのに0.1時間っていうのを掛け算した960時間っていうのが全体の標準的な作業時間ってことになるので960時間を6対4の比で A さんと B さんに割り振った576時間と384時間っていうのがこの労働ぶどまりえを計算する上で必要な数値ってことになります。はい まあ労働不泊まり債は結局これは異常な減損に対するね直接労務費っていうのを求めたものにになりますす異常減損に対する直接労務費を求めたもので本文の場合ねあの正常な減損が本来は2000キロ発生するはずなんですけど実際には減損が1200キロしか出ていないので異常減損の逆ですね正常減損っていうのが800キロね標準よりも少なく済んでるっていう状態なんですね。 正常な現っというのが8 0 0キロ少なく済んでますよという状態でその8 0 0キロ分の直接労務費というのを求めたものがこの労働ぶどまり債と呼ばれるものになりますよと、はいまあ、単にぶどまり債という名称でね異常部分の金額を計算しているだけですでこれが求まればねあとはまあおまけなんですよこの労働能立債と人員構正債を計算するときのこの倍化項 A さんだったら648時間 B さんだったら432時間っていうのが出てますけどこれは全体の作業時間の合計1,080時間っていう実際の作業時間合計に60%と40%っていう標準的な配合割合を掛け算した数値となりますんでここの倍化以降は計算簡単なんでねこの部分っていうのは真っ先に計算してあげて人員構成材だけは絶対に合わせられるようにしといてください。 ここはさっきの原材料のぶどまり配合債分析と一緒で配合債の計算とこの人工生債の計算って同じ要領でできますからこの部分の計算はどんな問題でも絶対難しくなることはありませんのであのここはね必ず空白にしないように気をつけてくださいこれが労務費の債分析ということになります ちょっと駆け足でやってるんですけど、まあ、この問題が一応ね自分で意味解釈ができるようになっていただければあの時間差への計算内訳分析なんかも対応できるようになるかと思いますんでね、まあ、なんとかこれは復習してできるようにしてくださいで次の15ページはもう飛ばしてもらって構いませんちょっとマニアックなものをねあの1個用意してきたんですけどまあこれ自体は興味あればやってもらうといいかと思うんですけどまああまり気にする必要性はないので この17ページの最後のこちらだけ見て終わりにしたいと思います。まあ、子孫減損が同時発生すするというケースですね、まあ、これも論文式試験で1回出てきたことがあるっていうレベルのものなんで、まあ、あんまり取材頻度は高くはないものなんですけどあの一応やれるようにしておいていただくと安全かなとは思うので今回ピックアップしています。 まああんまり目にすることはないんですけど、最後確認はしておきたいと思います。まちょっと数値例で1番から見ていくと、材料の内包量が9キロ。これ本体を構成しているのが9キロで、製品 X を1個作るために要する材料の標準消費量が11キロですと。まこれは子孫自貧に対する材料の消費余裕っていうのを含んだもので、標準的な作業時間は6.05時間であるっていうのがまずね、 あの物量的なデータとして示されています。で次に2番「公定終点で子孫が発生すると」「標準的な子孫率は良品に対して10%で評価額は特にありませんよと」とまた幻想についても公定終点で発生しますよという状況ですね。で この時ねちょっと生産データのあ生産データというかこのね初めの冒頭のデータの見方がややこしいんですけどこれ標準消費量1 1キロっていうのは子孫自費を含んだものなんでこれ 1+10% っていう子孫率で割り戻してもらうと子孫を含む前の1 0キロっていう賞味の標準消費量っていうのを求めることができます1 0、まあ、るね その第一歩で標準原価カードを作る時っていうのはこの1 0キロに 1+10% を掛け算して1 1キロっていうのを求めてるんですよね。今その逆の手順を踏んでます。1 1キロ割ることの 1+10% で1個あたり1 0キロっていうのは求まりそのうちの9キロが完成品本体を構成し残り1キロが減損として消えてなくなりますよっていう状態なんですね。でこの数値例に。 10%分を加えた1 1キロっていうのが同じようにこの6.05時間っていうのも子孫に対する作業時間っていうのを含んでいるんで 1+10% で割り戻した5.5時間っていうのが子孫を含まない完成品1個あたりの標準的な作業時間ってことになります。 普段はこの5.5時間に1プラス10%を掛け算して6.05時間っていうのを求めているんですね。だから一旦はこの10キロと5.5時間っていうここをまずはね算定するっていうのが一つポイントになってきます。一旦この子孫の影響っていうのを除外した上でね細分析をしてあげる必要性がありますよと。 そして今回、ね、やりたいこととしましては次のページにこういう下書きが示されてますけどこの直接材料費の再分析をやっていきたいとでも基本2番は、ね、別にこのケースだと見る必要はないのでこの1番だけ見ていただくといいかと思いますけど、まあ、実際、過去に。 試験で問われたのもこの上のケースなんで一番だけ見といてもらえればいいんですけどこの直接材料の数量債を子孫債と減損債に分けていくっていうのが問われていて一応先ほどそういう問題は確認をしているんですけどもこの子孫債を計算するときのまず一番内側の SQ これは 標準的な子孫でなおかつ標準的な現存の発生を前提とした標準消費量ってことになりますんで今回の数字設定で言うとこの生産データの丸の5番完成品1,000個で子孫次品が150個月初と月末仕掛か,かり品は存在しないと言っています。この完成品を1000個作る中で 子孫っていうのが10%生じるはずなんで1,000個かける1 0の100個が正常なシソで,で,であると。だから合計1,100個ですね。完成品1,000個と正常損100個の合計1,100個を作るのに標準的な原材料の消費量は何キロ必要かっていうとこの1個作るのに10キロの原材料の消費量が必要なんで。 1100個 ×10 キロで11000キロっていうのが求まるんですねこれが一番内側にくる標準消費量ということになります11000キロ完成品1000個と正常な子孫100個合計1100個を作るのに標準的に何キロの原材料がいるのかっていうのを計算する必要性があるので1100個 ×10 キロで11000キロというのが求まりますね で今度子孫債を計算するときには完成品1,000個と子孫次品の実際の数量150個の合計の1,150個に対する標準消費量っていうのを求めることになるので1,150個かけることの1 0キロで1万1 5 0 0キロっていうのが求まりこの両者の差として子孫債のス5万っていうのを計算することができますよという流れなんですねもうここだけ最悪ね。 見ておいいいいもらうといいかとか思います、まあ、これ以外のところは、ね、別に労務費の分析まではできなくてもいいとは思いますのでこの材料の、ね、再分析のところだけ最悪確認しておいてもらえればもし担当の試験とか、ね、これから受けられる方であれば、まあ、出てきたときにちょっとアドバンテージを狙うことができるかなとは思いますのでね、まあ、そういうちょっとマイナー論点だと思ってください。でまあ減損債はもうおまけですね。 この実際の消費量との差を取ってあげれば減損債が求まりますのであとはまあ流れ作業で回答することができるかと思いますだからちょっとねこういう初めの物量標準についてね分かりづらいデータっていうのが示されているような問題も過去には出てきたことがありますので、まあ、それをうまく状況を整理してね計算の方に紐付けることができるかどうかっていうのがこの問題では問われていたとまたまあちょっとこういうね小難しい計算問題とか あのちょっとどういうふうに解釈すればいいかわからないような問題とかっていうのは論文対策の時にね、答明の中でそういったものは出していこうかなと思いますので、まあ、そこで出てきたときにね、ちょっと考えるっていうふうにしてもらうと、あの勉強になっていいのかなとは思いますんで、とりあえず担当式試験ではね、ここ前の内容はあんまり問われる可能性は少ないので、まあ、担当を受けられる方はとにかくね、あのこれ以前に見た内容ですね、まあ、特にこちらの12ページで見た内容をしっかりと見ていただいて、 あとは、子孫債が出てくる場合とか、標準原価カードの作り方とか、その辺のね、今日講義で取り扱ったところを改めて重点的に見直しをしていただくとよろしいのかなと思います。すいません、ちょっと駆け足でやっちゃったんですけど、一応残ってるところは、ちょっとマイナーなことを取り扱ってるんで、この4ページ、5ページとか、あるいはまあ6ページ、7ページの内容もちょっとマニアックなんですけど、工程別標準原価計算とか、この辺のところはね、 論文で過去何度か問われているところなんで担当ではほとんど出てこないんですけども、まあ、論文対策としては将来的にやってもらいたいところとなりますんで、まあ、今時間のある方はちょっと目を通してもらってもいいのかなと思います、はい、じゃあすいませんちょっとちょうど時間になりましたんであのですごい急ぎ足で内容を確認してきたんですけど、まあ、標準原価計算はとにかく大事なところなんでね、まあ、ぜひちょっと時間をかけて復習をこれから進めてみてください それでは、ね、これで今日の公開講座を終わりにしたいと思いますので何かご質問事項ありましたらお声がけください。お疲れ様でした。